ンド代わりは11月。華やかな春へと続くワインディングロードはこの晩秋の石巻から始まります。春の高校バレーへ向けての大事な一歩、宮城県新人大会男女の決勝戦の模様をここ石巻市総合体育館からお伝えしてまいります。女子の決勝は女王古川商業と新興仙台育英が4年連続で顔を合わせることになりました。解説に佐藤一子さん、実況下田恒之でお伝えしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まもなくゲームが始まりますが、はじめにスターティングメンバーを紹介します。コート左側の古川商業高校です。4番の植松からサーブのローテーションが始まります。セッターが西堀育美、そして8番のセンター西堀武美というこの双子の姉妹に注目してください。1番の斉藤由里、2番の三好、7番の中澤というスターティングメンバー。172センチの平均身長です。さあ試合は始まっています。そして仙台育英高校の方が右にコートを取っています。今後藤のスパイクは古川商業コートに入っていますが、プレーが一段落したらスターティングメンバーを紹介したいと思います。さあこれはどうか、松本が打ちます。2段トスをちょっと近いかな、これはアウトになりました。さあそれでは仙台育英高校のスターティングメンバーであります。サーブのローテーションは3番のセッターの佐藤亜希から始まっています。164センチ。その体格に去年の、いや今年の春高の銅メダルメンバーの後藤がセッター体格に入っています。大友拓磨という長身のセンターライン、橋本松本というアウトサイドになっています。 173.3 センチという平均身長、仙台育英高校です。さあ佐藤さん、はい、これはですね、両チームともサイズ的にはですね、はい、大きめというサイズになりましたが、はい、古川商業が相手チームよりも低い平均身長ということになりましたね。そういうのはね、宮城県内の大会では本当に久しぶりというか初めてかもしれませんね。はい、古川商業も決して高さが低いわけではありません、はい、しかし仙台育英の方がそれに輪をかけて大きいチームということになっています。さあ古川商業が3ポイント立ち上がりリードしています。オートマイチ、ナイスマイク、これが仙台育英の注目のセンタープレーヤー大友愛です。183センチ、最高到達が295センチあります。大きくて機敏で、そしてこれにパワーがつけばなかなか面白い素材であります。アンダートスを斉藤が打つ、これはどうかな。こちら松本、レシーブを弾いています。そしてこの松本が橋本の対角に入っています。アウトサイドプレーヤー、センターもライトもできるというオールラウンダーであります。171センチという福島県出身の松本です。育英に1点が入っています。ライトに回す、西堀武美のスパイクは引っかかっています。これはどうか、こちらもライトが打つ、後藤が決めました。はい、この後藤がスターティングメンバーの時も紹介しましたが、春高の銅メダルの時のセンタープレーヤーだった選手です。新チームの主将を任されています。非常に全国大会でもキレのいい動き見せてくれましたからね。そうですね、はい、本当に小気味高校生らしいバレーを、ね、はい、やってましたもんね。そうですね、新チームでは後藤がキャプテンを任されています。さあ古川商業にサービスが移動した、得点は1点差であります。ライトに振った、これはどうか、松本のスパイクは拾われている、ネット上に混戦する形になりましたが、これはアウトです。ちょっと今落ち着いて相手コートに落とせないという感じになったんですか。そうですね、ちょっとね、立ち上がり両チームとも硬かったんですけれどもね、はい、育英学園の方がですね、大友選手の素晴らしいスパイクからちょっと乗ってきたような気はしますけどね。 あれはいいスパイクだったですね。そうですね、出足には最高の出来ですよね、はい、ボールはね。ここまでは今画面の松本と話の出た大友が打数多く打っていますが、そして後藤もそれに絡んできています。サービスのミス、このサーバーだったのは西堀武美という双子のお姉さんの方です。170センチのセンタープレーヤー、ライトに振った三好のスパイク、力がありますがブロックにかかっています。これはどうか、橋本が打つ、さあ決まった。橋本も後藤と一緒に春高の銅メダルでコート上にいた選手であります。170センチなんですが、佐藤さん、決定力ありますよ、この選手は。ジャンプ力もありますしね、パワーがありますもんね、はい、その橋本のスパイクにも注目してください。さあこちらは中澤、4番の角度が止めました、はい、この角度が大友の体格に入っています。181センチ、こちらも長身のプレーヤーでありますが、中学時代はいわゆる強い中学でやってなかったという、あまり経験のない選手なんですけどね。そうですね、伊藤監督としてもね、はい、この田久保あたりのブロックがどんどん出てくると、はい、本当に試合していて楽しくなってくるでしょうね。そうですね、育英逆転しましたが、このスパイクは決まっています。古川商業、今画面で見てご覧いただいて分かると思いますが、田久保のブロックもなかなか高いものを持っています。高いですね、はい。さあ斉藤のサーブです。奥を狙った大友のサーブカット、真ん中に持っていく、ブロックに当たって決まっています。バックセンターのいわゆる古川商業のレシーブ陣形にできるスペースに落ちました。
あそこは一つ鍵になりそうですね。そうですね、はい、古川商業の方はですね、3-1-2 のフォーメーションといって一人フェイントを取る専用 の、 あのレシーバーが前に出てますので、そこが穴になってしまいますね。育英、学園の方は逆にそのフェイント専用のレシーバーがいないので、今のようなボールが、まあ、決められやすいということになりますね。なるほどね。したがって両チームとも弱点をついたということになります。そうですね、よく研究してますね、はい。4番の上松のフェイントになりました。さあこれはどうか、力がある、直接コートに入ります。後藤、セッター佐藤から中央を使った大友のスパイク、大友が速攻に入ってきます。あ、大友は1年生ですがいいですね、立ち上がりね。いいですね、はい。まあ、中学校の時からですね、全日本のユースの候補選手にも選ばれている逸材で、はい、まあ、宮城県だけじゃなくて、ね、全国的なその将来を嘱望されている選手ですからね。そうですね。まあ、去年のいわゆる古川商業、この国体の前までの古川商業のチームが平均180近いチームだったわけですが、はい、まあ、日本のバレーも大型化しているわけですからね。そうですね、大友あたりの将来性にもぜひ注目してほしい。松本のスパイクは引っ掛けた。さあ西堀郁美から高見がフェイントの形に持っていきます。うまいうまい。今のは打ちにくいボールだったんですか。打ちにくいボールでもあったんですけれども、はい、ブロックを利用してね、本当にほんのちょっとだけサイドラインの外にブロックアウトしたんですよ。はい、技がありますね。そうですね、今一子さんから技があるといったコメントにあるように、西堀武美は非常にこうテクニシャンなんですよね、はい。さあしかし大友のスパイクは決まっている。4-4です。スコアはドローの状態。バックに振った武美のフェイントは拾われています。ライトは後藤、ストレート気味に抜きました。ストレートのブロックを利用するようなスパイクになりました、後藤舞子です。そうですね、これが持ち味ですもんね、はい。センターからライトにコンバットされたということで、はい、速いトスはお手の物ですからね。もともと器用な選手ではありましたが、どんな攻めでもこなせるようになったというふうに伊藤監督もその成長を認めています。高いトス、松本が打つ。これはセッターに返るがちょっと苦しい体勢。武見が返す。これはもう西堀姉妹ですので下の名前で実況させていただきたいと思いますが、武見のスパイクはブロック、高いブロックだ。大友と松本です。あー、これはいいブロックになりましたよ。ちょっとご覧ください。今のは松本ですね。そして逆転された古川商業、元監督の最初の作戦タイムになりました。得点は6-4、育英が2点リードしておりますが、中央で西堀武見の速攻が出ました。古川商業にサーブ権が移っています。そうです、私申し遅れましたが、古川商業のスターティングメンバー6人はオール1年生であります。あー高い。あー、これは相手側の攻撃を使った。2番の大友愛だったですか今、はい。いわゆるシークックの形に入ってきました。ブロックが全然間に合ってませんもんね。いや、伊藤監督はですね、はい、今大会は大友はブロックで頑張ってくれればいいんだと、攻撃はまあ半分ぐらいでいいと言っていましたが、今日は攻撃すごくいいですよ。レシーブも今のすごいバイプレーですよ。しかし中央は西堀武美ですが、これは徹底的にマークされています。中央を角度のスパイク、これを切り返す。ライトは後藤です。フェイント、三好がつないで、このトスを中央で武美が打つ。これは弾いた、うん、西堀武美のスパイクが出ました。普通ならね、あそこでレフトの斉藤に持っていくんですけどね、やっぱり郁美選手はですね、はい、相当そのお姉さんを信頼してますよね、はい。注目の西堀ツインズ、お姉ちゃんの武美にトスを持っていきました。妹の西堀郁美であります。そしてこれはブロックということになりますか。そうですね、はい。これで6-5、古川商業また1点差になります。さあサウスポー西堀郁美のサーブ、大友愛、セッターは佐藤脇、時間差に入ってきます。2段トスを三好が返すだけになっている。こちらはどうか、松本が打ちます。ナイスレシーブ。あーっと、これを強打に持っていけない。チャンスは育英、ダブルクイック、もう一回やり直し、松本が打つ。これはストレート、ナイスコース、決まった決まった。あー、この松本のうまさがありますね。そうですね、はい。まあ、育英の方はサイド攻撃は徹底したストレート攻撃で勝ち上がってきてますんでね、本当にいい味出してますよね。大会前に練習に伺った時はスーパーサブかなというような話を伊藤監督していましたが、どっこいこの松本が今日はポイントゲッターにしたい活躍。そうですね、うん。さあ6-5でスコアが止まっています。いいゲームになりました。サーブのミスになっています。古川商業がこのセット2本目のサーブのミスということになっていますが、両チームとも立ち上がりちょっと硬いかなという感じにはなりましたが、その後またいいゲームを見せています。高いトスを斉藤が打つ。これはどうか、決まった。
入ってますね。さあ古翔のレフト注目はこの斉藤由里であります。174センチですが最高到達が2メートル95あります。山形県出身の選手、豊かなジャンプ力と瞬間的なキレ、そして角度に注目してください。この選手もユースの代表候補になったことありますよね。あ、そうですね。上半身にすごくバネのある選手ですもんね。そうですか、はい。そして三好のスパイクが決まっています。古川商業伝統のライトポジションはサウスポーの三好が入っています。小学校時代から豊富なキャリアを持っています。石巻クラブという小学校バレー の名門チーム出身なんですね、彼女はね。そうです。もう本当に厳しい練習を、ね、自分から好んでする子ですからね。じゃあ精神的には強いですね。そうですね。さあそして古川商業、これで逆転になりました。7対6、2点3点という好ゲームになっています。さあ1番の斉藤由里サーバーに下がっています。フォワードは攻撃の駒が3枚揃っています。古川商業はこれをどう使うか。橋本のスパイク、橋本の名前がようやく出てきました。上松が打つ、ブロックに決まっています。大友愛、佐藤明から高いトスを橋本が打つ、作り直します。もう一回橋本、あですね、これですよね。これは狙ったんですか。今狙ってますよね。そうですか。普通の高校生の選手だったらあれをクロスに、ね、返しておくだけっていう感じの打球になってしまうんですけどね、そこはもうこの橋本のうまさですよね、はい。伊藤監督もまあ決定力に関して言えば春とは全く違う人と思ってくださいというふうに言っていましたが、ね、ダイレクトで打つ、これはもったいない、これはアウトになりました。西堀武美の対角にはこの今ご覧いただいた7番の中澤千恵が入っています。171センチ、田尻中学の出身でありますが、この選手も中学時代には輝かしいキャリアを持っています。3年の時に東北大会で田尻中学が優勝した時のメンバーなんですね、はい、そうですね。さあそして橋本のスパイクはアウトになっています。7対7、同点の状態が続いています。いやー、いちこさん、いいゲームになりましたね。そうですね、うん、まあ、宮城県のバレーのレベルは本当に全国的にも高いんですけれどもね、はい、この新人戦という今の段階にしたら本当にいい内容の試合ですよね。そうですね、はい。まあ、我々毎年春高バレーの時期になりますとぜひ両方全国大会に出してやりたいと思うような両チームでありますが、そうですよね、まあ、試合前も育英の方のですね、はい、コーチと富澤コーチと話してたんですけれどもね、はいはいはい、1チームっていうのはきついよねそうですね、はい、今年の春はね、古川商業が前年優勝で育英も出られたわけですが、はい、そうですよね。今度の春はどっちかってことになるわけですからね。なんか贅沢ななんかあれですよね。そうですね、はい。いや、どっちが出ても上位に行くだけの力を持ってるわけですからね、はい、難しくないですからね、はい、宮城県代表としてはね。そしてこの試合も、まあ、新人戦としてはという、はい、のをつけなくてもですね、これ内容的にいいゲームやってるんじゃないですか、両チームとも、ね、さあ7対7でスコアが止まっています。中澤、ちょっとサーブレシーブが流れた、これをどうする。ライトに振った、後藤が打ちますが、これはノータッチですね。アウトです。後藤のライト攻撃をしかしセッターの佐藤明がよく使っています。164センチ、高さはありませんが中学時代からずっとセッターをやっている経験を持っています。古川商業のサーブ、ちょっとカットが短いか、高いトスを上げる、後藤はレフトから打ちますが、これは決まっています。どこからでもよく打ちますね。そうですね、後藤はここまではライト側から打ってくることが多かったんですが、はい、今はレフトのアウトサイドに回って打ちました。何度も伊藤監督はですね、どの選手もどのポジションができ、どのポジションもできるようにしたいんだと、はい、いうような話をしていましたが、全員がレフト、全員がライト、全員がセンターだというような、はい、そんな話をしていましたが、ですね、8回のサイドアウトになっています。長いサイドアウトの応酬をどっちが取るのか。もったいない、タイミングが合わない。今のはいい攻撃につなげてほしいかなという感じだったんですけどね。今のはあれタイミングが合わなかっただけですか。ちょっとね、三好選手がちょっと早く助走を始めすぎたんじゃないですかね。はははは。さあしかし西堀ツインズのコンビネーションになりました。やっぱりね、ここぞという時にはこの西堀ツインズですよね、うまいわ。生見武見というコンビになりました。今のは A クイックを見せてもらいました。こちらも速攻、4番の覚悟であります。さあサイドアウトがこれで11回ということになりましたいやー、しかしこれはちょっと両チームとも辛抱のしどころであります。どうやって抜け出すか。斉藤が打つ、角度がありますがナイスレシーブになった。タクボ、ドリブルか。
セッターの佐藤亜希のドリブルということになりますね。そうですね、今のはね、ちょっとまあ体が伸びきった状態でしたからね、仕方ありませんね。さあサイドアウト12回、さあ一子さん、抜け出すなら何がポイント？そうですね、ブロックが1本出るといいかなと。しかしその前にサーブでした。はい、古川商業のサーブポイントです。古川商業は伝統的にサーブは点を取るサーブを作ってきます。今のは右の奥を狙う形になりましたが、そうですね、また同じところだ。橋本が拾って、橋本が打つ。ブロックですがポイントにならない、プッシュする。あ、もったいない。しかしナイスフォローになった。橋本が打つ、これはどうか、アウトになりました。古川商業にポンポンと点が入ったところで伊藤監督の作戦タイムになっています。得点は9対7です。古川商業が2点逆転して2点のリードになっています。伊藤監督はゲームの頭でも言いましたが、今日11月17日が46歳の誕生日であります。あの選手の何人かはですね、はい、伊藤先生に誕生日プレゼントを贈りたいんですよねというような話をしていましたが、しかしブロックだ。覚悟ですか今の。そうですね、綺麗に伸びた手で、はいはい、止めましたよ。経験はないんですが、この覚悟のブロックに今日は期待しています。伊藤監督、今日が誕生日、生徒がどんなプレゼントをくれるのか、もちろん優勝というプレゼントを贈りたいと思っていることは間違いありませんが、フェイントを使った三好です。ちょっとですね、今のもフェイントになりましたが、はい、あの古川商業 の、 あの三好のライト攻撃があまりタイミングが合ってない印象がありますが、その辺どうですか。そうですね、ちょっとあのトスに山がないトスっていうんですかね、あの、はあ、速いトスを上げてますんでね、それに対してどうもポイントが取りづらいような感じの打ち方してますよね。なるほどね。そうすると生見選手としてはですね、もう少しライト側は高いトスを上げてやった方がいいんですか。おそらく三好選手のトスっていうのはもう少し高い方が打ちやすいんじゃないかなって気がしますね。そういうことですか。あの西堀武美選手のライト攻撃の場合はあのトスでいいと思うんですけどね、はいはいはい、なるほどね。その辺の使い分けというところの難しさがあるわけです ね。 そうですね。サービス仙台育英です。真ん中を狙った、これはセッターに返っている。植松が打ちますが、フェイントに持っていった。ちょっとかぶる形になりましたが、はい、よく状態で溜めて持っていきました。やはりね、あの池の方はあのポジションが空いているということでフェイント随分対応してますよね、はい、画面の植松は174センチのレフトアタッカーですが、名門宮崎中学を東北3位に導いたセンターエースだった選手であります。174センチあります。まあ、あのまとまったチームだなという印象が古川商業あるわけですが、あの3年生がですね、大きかったんで、はい、あんまり大きく見えないんですよね。そうですね、さあしかし今ライト側の武見のブロードという形になったんでしょう今のは、あの本当に華麗なプレーをする兄弟ですよね、はい、そうですね。ちょうどあのよくあの我々選手を表現するときにキレがあると言うんですが、はい、あの武見選手のキレはですね、どうでしょう、あの研ぎ澄まされたあの日本刀のような雅やかさがあるという感じがするんですが、どうでしょうね。なんかゆっくり動くところと素早く動くところのその緩急の使い分けがすごくうまいんですよね、はい、さあこれはどうか、もう一本かな。イクミが上げて、さあ中央のエイクイックだ。上がってるかな。あっとこれは落ちています。170センチですが手の長さがあります。175センチの選手のプレーをしてくれるんだと国分監督は言っていましたが、まさしく武見選手はもうエースという感じですよね。そうですね、まあ、あの去年からのキャリアのあるのが、まあ、西堀姉妹だけですからね。そうですよね。そういう意味ではチームの中心選手となってね、はい、戦わなければいけませんね。さあ12対7になって伊藤監督2回目の作戦タイムになっています。必ずレフトとライトの高いのは全部フェンで決めちゃっていいから、あなたが取れてないじゃん、ちょっとやっと決めたじゃん、まあいけって、なんで下がってんの、一気の声がいっちゃうんじゃないの、自分たち徹底しないといつまでだっても手に取れないよ、意外なことやったら怖いことないじゃん、自分たちで決めてないだけじゃん、スパイク力んでアウト打つ、ネットかけるブロックアウト、普段やったこと一緒じゃん、そんな力むことないんだから普段通りやりな、その声出したら。5点を追う仙台育英ですが、ちょっとですね、今のタイムアウトで橋本恵梨香選手が足首をちょっと気にしていたようなんですが、そうですね、ちょっと前のラリーでライトから三好選手が打った時にちょっと接触して足を捻挫したかもしれませんね。大黒柱ですからね橋本はね、その橋本の前を狙いました。古川商業は弱いところをついてきました。このセット3本目のサーブポイント、6点の差になっています。7対7から古川商業を一気に走った。植松のサーブ、深いサーブになった、これも決まった、レ
連続サーブポイント、これでセットポイントになりました。古川翔吾サーブで点取ってきますね。そうですね、はい、きちっと狙うところをねよく分かってますね選手はね。ちょっと足首を痛めた橋本恵梨香のところを狙ってきます。今度は手前だ、カットが流れる、プッシュしました1番の斉藤。古川商業は仙台育英に中盤粘られましたが7対7から一気に8ポイント連取して第1セットを奪いました。15対7で古川商業が第1セットを取っています。第1セットは古川商業が15対7で取りました。第2セットに入っていますが、さあ最初は育英のブロックです。大友愛でしょうか、今のはナイスブロックになりました。さあ一子さん、第1セット振り返ってみてですね、はい、7対7まではですね、はい、これは近年まれに見る死闘になるかなという予感がありましたが、はい、あそこから8ポイント育英が取られた最大の理由と何になりますかね。やはり古川商業のサーブ力がですね、後半になってまあどんどん上がってきたと、で特にまあ古川商業の方は大友、拓保 の、 大型ラインと、それから後半にはあの足をちょっと怪我してしまったような橋本選手と、はいはい、狙いどころを本当に絞って徹底して打ってますもんね。なるほど、弱点を徹底してついたというね、はい、まあ、ちなみに第1セットは両チームともサーブのミスが3本あったわけですが、はい、古川商業の方が従って狙っていたサーブのミスという。そうですね、ここでもおそらくあのバックの4番の拓保選手のところを徹底してサーブ打つんじゃないですかね。今バックのライト側にいます、この選手です、はい、流れた流れた、狙いとしてはあれがいいわけですね。そうですね、バックに振った三好が打つ、レフティーダイナマイト、三好春奈です。パワーがあります。サウスポーは去年古川商業に3人いたわけですが、はい、今年はセッターの西堀郁美とこのライトの三好春奈がサウスポーであります。パンチがあります。本当にハマった時はダイナマイトのようなスパイクを打つわけですが、3対1になりました。古川商業またしてもサーブのポイント。今伊藤監督からね、拓保のカバーに橋本が入れと言われている指示が出てますね。しかし拓保を徹底して狙っています。松本が返す、これをどうする、武見を使った、ナイスプレー、おーすごい攻撃になった。育美武見のツインズコンビネーション、素晴らしい速攻になりました。これです、これです。フルスイングではないんですよね、手首でポンポンと打ち分けるようなね、本当小気味いいスパイクですよね。こう手首の振りが速いっていうんでしょうね。そうですね、しなるようなスパイクになっています。こちらは斉藤、ブロック弾いた、この選手も注目の選手であります。そして古川商業が4点リードしたところで伊藤監督早くも作戦タイムです。やってきたいいよ、普通通りやれって、ジャンプしなかったらスパイク打てない、レシーブは形じゃないの、そっちに打たれてるんだから足動かして取っていけ、だから足が動かなくなったらダメ、いやビビってやることない、ビビじゃない、勝ち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 、4点を追う仙台育英のタイムアウトが解けました。また拓保が狙われた、またポイント、そうですね、徹底して狙いますよね、はい、また高校生のレベルですとね、はいはい、狙えって言われてもどうしても狙えない時もあるんですけどね、確実に打てますもんね。それだけあのサーブの精度が高いということなんですね。よく練習してますよね。中澤のフライングレシーブがつながっています。さあ育英はようやくチャンスボール、さあこれをいい攻撃を見せてほしい、松本が打つ、ブロック、西堀武見と三好春奈だったでしょうか、武見ですよ ね、 今当たったのね、おそらくでしょう、ね、さあ横一のスローをご覧いただいていますが、手前側が西堀武見だったと思いますが、武見の手に当たっています。選手が変わりました、角度が下がっています。9番の木田、ね、が入りました、まあ、これはまあやむを得ないでしょうね、狙われてますから。第1セットはブロックで角度は貢献はしていたんですけどね、サーブで狙われました。後藤が打つ、育英はここで一回心を落ち着かせて頑張りたいところでありますが、三好が打つ、ブロックにかかっています。育美の高いトスを斉藤、すごいすごい、すごいスパイクになりました。見ましたか今の角度。去年の板垣裕子選手というね、今年の3年生ですか、全日本にも選ばれた選手がいますけれども、はい、負けてませんねこのスパイクね。練習なんかで見てるとね、まだ、はい、
ジャックナイフというよりカッターナイフかなという感じがするんですが、今のはもうジャックナイフというよりもナタのような切れ味になりましたね。ナタの切れ味を見せてくれました斉藤由里。8対1です。大きく7点リードの古川商業。もう一回タクボを戻します。今度はフォワードに入っていますのでブロックで期待ということになります。4番のタクボがフォワードに戻ってきました。7点を追っています。ちょっと育英を一回落ち着きたいですね。そうですね。しかし落ち着かせてくれません。武見がライトに回っています。どこからでも打っています。耐久力とシャープさは A クラス。早く1年生には、ね、見えないですね。この西堀選手はね、国体ではあの高橋みどり選手の対角に入って、はい、セッター対角のポジションで国体を経験しているわけですが、まあ、それの経験があったとはいえ1年生とは思えないそのなんて言うんでしょうね、こうどっしりした落ち着き、落ち着きもある、クールさもあるし、あの、はい、シャープさもあるし、本当に褒め言葉いくつ並べても足りないぐらいですね。早く、うまく、そして強いというですね、いいものを持っています。これはどうか。今度は斉藤、これはしっかり上げています。後藤が打つストレート、これです、これです。育英はこういう攻撃をたくさんやりたいんです。そうですね、はい。ここはですね、一子さん、はい、後藤選手今フォワードにいますが、はい、それからもう一人フォワードのレフトにはあの橋本恵梨香もいますので、はい、この2年生2人ちょっと頑張りたいですね。橋本はちょっと足をねひねってるようですんでね、後藤がもうガンガン点数取ってほしいですよね、はい。しかし橋本に上げます。これはどうか。ナイスレシーブ。押し込んでいます。角度が押し込んだ。今のはナイスレシーブ、そしてスパイクも良かった。そうですね、いいプレーの応酬になりました。さあ育英が2点返した8対3、5点差になっています。松本のサーブ、上松セッター育美、ライトに回して三好でありますが、育美は中に入ってくる三好を使った。あのあたりは冷静なトスワークを見せています西堀育美。しなやかなボールタッチで優雅にコートを舞う司令塔からこの三好にボールをつないでいます。あっとこれはサーブのミスですが、今のもしかし低いサーブでですね、そうですね、強気なサーブですね、はい。どんどん古川商業は狙っています。逆に育英の方がもっとあの狙うサーブ見たいですね。ちょっと育英の方はですね、サーブに弱さがあるような感じがしますね、はい。さあ今のは古川商業のレシーブミスになりましたが、4点差になって国分監督最初の作戦タイムです。さあ9対5になっています。古川商業4点リード。育英のサービスになります。2年生セッターの佐藤明、大変な努力家と聞いていますが、その佐藤明が今日はスターティングメンバーで使われています。フェイント、これはブロックにかかっている。2段で打つ、決まった。あー、そして今、はい、育美は右手で打ちました。右手で打ちましたね。この選手はサウスポーなんですよ。両方もどっちも同じように使えるんですかね、はい。スイッチアタッカーとでも言いましたが、まあ、セッターですがこの選手は右手で打ちました。あれも起点を利かしたということなんでしょうね。そうですね、自分の体が自然にそういうふうに反応するんでしょうね。そうですね。さあ後藤が決めています。後藤のストレートは今日よく決まっています。さすが2年生という良さは見せています。後藤舞子、銅メダルチームを率いた藤原由美子からキャプテンマークを引き継いでいます。あの藤原からいいところを引き継いでほしいんだというふうに伊藤監督が言っていたんですけどね、まあ、なかなかキャプテンというのは大変でしょう、あのキャプテン経験者としては。そうですね、まあ、新人戦だとまだ自分の役割が、ね、はい、まだ分かってないこともあると思いますけどね、まあ、一生懸命やることが一番ですからね、はい。さあしかしサーブのミスになりました。奥を狙いましたがミスになっています。古川商業もエンドラインから大きく離れて長いサーブを打ってきます。松本がライトで打つ、クロス側に行っていますが拾った。こちらは斉藤、ブロック3枚ついていますがアウトになりました。ブロックはアウト。さあ古川商業得点を大台に乗せました。10対6になっています。斉藤のパワフルなスパイクが決まっています。しかしこれもサーブのミス。このセット、これがまた3本目のサーブのミスということになります。育英は第2セットはまだ一度も追いついていません。フォワードに覚悟が上がっています。大玉がいる間にもうちょっと点取りたかったですかね。そうですね。さあそしてこれは三好のスパイクです。伝統のライトポジションを任されている三好、あの笑顔が印象的な選手という印象がありますが、そうですね、なかなかいいムードを持っています。そしてピンチサーバーに9番の水谷が起用されました。
167cm の2年生であります。斉藤に代わってピンチサーバーに起用されています水谷。松本のレシーブが流れた。バックトスを橋本が打つ。これはどうか。おお、ギリギリですね。右のコーナーいっぱい、橋本が決めました。左足首の捻挫はちょっと気になりますが、もうこのね試合もうあと少ししかないんですから。そうです、そんなこと言ってられませんね。そうですね。これはどうか。上松のスパイク、あーブロックを弾いた。たびたび名前の出ている斉藤の体格にこの上松が入っています。上松はですね、はい、まあ、いわゆるこう中学生バレーのセンターのこう高いトスを打つエースだったそうなんですけどね、そういう意味では、まあ、アウトサイドのプレーというのはこなれているという感じがするわけですが、これはどうか。上松フェイント、右の前を狙ってきています。これはどうか。ブロックを利用するような形になりました。ちょうど打ち上げるようなストライクになりましたね。そうですね、まあ、橋本がこうやって機能してくると育英のムードが出てきますよね、はいはい、さあ10対6です。このサーブをポイントにつなげたいところですが、2で返す。しゃがみ込んで上げて橋本が打つ。ナイスパイク。7点目。これで3点差になりました。国分監督はまだ動きません。さあ橋本がちょっとトスが上がって当たってきましたね。生きてきましたね、はい、生きてきました、生きてきました。さあしかしこちらは上松、ブロックを弾いています。まあ、しかし西堀育美選手は今向こうがレフトレフトで来ているのに対して、はい、これ負けじと言ってるんですかね、レフトにね。それでここでお姉ちゃんの武美選手が上がってきましたんでね、はいはい、ここでフィニッシュといきたいところじゃないですか、ね、なるほどね。しかし橋本が決めている。ちょっと足が痛そうな感じもするわけです。いやでも根性ありますね。ありますね、はいはい、今のもその痛さを感じない高さになりましたからね。そうですね、はい、さあ橋本のサーブ落とした。しかししっかりセッターに返っている。お姉ちゃんを使う。武美のスパイク、ツインズコンビネーションです。やはりフォワードにいますとこの2人は感じ合っています。あ、画面は古川商業の応援団ですが、あれですね、いわゆる3年生の選手といいますか、3年生のメンバーがいるんですね今ね。そうですね、まあ、古川商業の卒業生といいますか、国体終わった後も春高が終わるまでは3年生がつきっきりで後輩の面倒も見ます。あ、難しいな。そしてこのサーブで崩されました。11点目古川商業。今の1点はちょっと痛いですね、育英はいいムードだったわけですから ね、 そうですね。ここで落ち着きたい。うわ、よく見ました、よく見ました。しかし今のも徹底して田久保のところを狙ってきています。あ、そして松本に代わって注目のクロアチア人スパイカーのサンドラ・ユーゴを投入しました伊藤監督です。170cm、留学生の選手でありますが、今世界のスポーツ界を席巻する旧ユーゴスラビア、東欧クロアチア出身の選手であります。あ、しかしユーゴが入りましたが、そのサーブのレシーブから一気に古川商業がスパイクを決めています。またサイドアウトになっています。サンドラがつなぐ。ちょっと崩れた。さあ誰使うのかな。これをどこに持っていくか。ブロードだ。決まった。シークイックぐらいの位置に入ってくるブロードですよ ね、 今のはね。サンドラが入ったところから挑戦するかのように打ってきますからね、いや、あまり表情は変えないんですが、かなり強気な選手ですねこれは ね、 12対7です。5点差、10対7というところまで行ったんですが、仙台育英高校2段トスを後藤が打った。ナイスパイク。後藤が今日はよく決まっています。後藤の決定率は高いですね。そうですよね、はい、もっともっと当たってる人を使ってもいいですよね、はい、今日の後藤はクロスに打ってよし、ストレートに打ってよし、よく決まっています。あー、そしてサーブポイント。サーブを決めたのは大友愛です。あー、そしてこの試合最初のサーブポイントということになりましたね。狙っていいんですよねサーブはね。そうです、もう強気でどんどんね行けばいいと思いますね。4点差。大友が三好を狙う。ちょっとカットが短い。ライトに振った。武美が打つ。負けていません、西堀武美。普通のセンターエースっていうのはあそこからおとりのクイックに入ってくるもんなんですけどね、はい、もうこの武美選手は自分がエースだって自覚がありますからね、開きますもんね崩れた時に、ね、ダイレクトは中澤です。これで13点目。いわゆるフォワードの時はセンター兼ライトという役割になるんですよ ね、 もう本当にエースの自覚のある選手だと思います。さあ5点の差になって伊藤監督の作戦タイムです。
表情を変えるような選手だって使えないよ。試合は終盤に入っています。古川商業に13点目が入っています。育英は10対7という3点差の局面からここまで離されたということになりますが、もうですね、試合は残り少ないんですから、はい、今画面で見た橋本、そしてこれは後藤ですが、はい、この2年生は当たってるわけですから。そうですよね、あの佐藤のセッターがもうちょっとトスを回していってですね、チャンスを作って早く大友であり拓保でありを使ってみたいなと気がしますけどね、はい、あの2年生が当たってるところに高い選手をうまく絡めれば、ね、古川商業もマークはしにくくなるということになりますからね。はい、そうですよね。これはどうか、ライトに振った松本のスパイク、チャンスボールになっています。三好が待っている。ブロック、ブロックだ。松本が手を叩いて喜んだ。一人で止めましたもんね、今ね。ナイスブロックになりました、松本ルミです。さあ、そしてさっき拓保がサーブを、いや大友愛がサーブを決めたわけですから、はい、この松本も狙ってほしい。上松、生見が上げて斉藤が打ちます。ちょっと苦しいか。ナイスカバー。ああ、つなぎきれません。ナイスカバーにはなりましたが、その後に繋がりませんでした。あ、でもね、本当にガッツのあるプレーですよ、はいはい、2年生の先輩セッターの佐藤明です。もう一人同じ佐藤で茜という1年生セッターもいるんですが、はい、経験を買って今日は佐藤明、中央を使いますが、ドリブルです。マッチポイントになりました、古川商業。サーブが生きてますね、古川商業の。今のももう苦しくなってああなったわけですよ ね、 そうですね。カットボールがちょっとネットに食い込みすぎましたからね、はい、斉藤由美のサーブです。エンドラインの手前から打っています。これはどうか、橋本が打つ。これはアウトか。アウトになりました。最後はエース橋本のスパイクがアウト。15対8で第2セットも古川商業が取りました。セットカウント2対0、古川商業は11年連続21回目の新人戦制覇ということになりました。さて、いちこさん、はい、まあ、あの試合の中盤まではですね、育英もよく食い下がったんですが、はいはい、あのオール1年生の古川商業、はい、これは1年生とは思えない落ち着きがあったような印象がありますが、どうでしょう。そうですね、うん、連続点を取られそうになると、あの西堀ツインズのコンビで相手を叩き潰すというね、はい、本当に1年生の中に何か上級生が入ってるような雰囲気を持つ1年生集団ですね。風格ですかね。そうですね、まあ、とにもかくにも向こう2年間この西堀ツインズはちょっと注目ですね、これはね。そうですね、はい、そして育英の方もですね、はい、特に試合の序盤ですね、今画面左側にいる2番の大友愛が、はい、いい攻撃を見せてくれました。まあ、古川商業のサーブ力に崩されて、はい、センター攻撃を生かせなかったというのが本当に残念ですよね、もっともっといいコンビを見せてほしかったですね、はい、2年生の橋本、後藤という決定力のあるスパイカーがいるわけです。したがってこの画面の大友あたりをいかに今後絡めてくるかというところに ね、 そうですね、伊藤監督のチーム作りに注目したいと思います。女子の決勝は古川商業が11年連続の優勝を飾りました。続いて男子の決勝戦をご覧いただきます。佐藤一子さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。